中央自動車道江奈インターチェンジからおよそ5分、駐車場へ次々に車が入っていく店がありました。岐阜県近郊や遠くは東京、観光バスまで、そして店の前にはこの行列。1964年創業の老舗菓子店江奈川上屋です。店内には地元特産の栗を使った色とりどりのお菓子が並んでいました。江奈川上屋を代表するお菓子が地元のメーカー栗きんとん。厳選した栗に少なめの砂糖を合わせて炊き、一つ一つ手絞りした一品です。他にも栗きんとんを中に入れた蒸し羊羹を栗と相性の良い頬葉で包んだ栗市や、栗きんとんのペーストにクリームとパイ生地を組み合わせ、高級感のある口当たりの栗山も人気を集めています。イートインスペースもにぎわっていました。召し上がられてどうですか？最高ね。美味しい、美味しい。来た甲斐がやっぱありますよね。毎年来てます、鳥の時期に。今年も美味しいです。岐阜県内に直営店7店舗を構える江奈川上屋、年間およそ100万人が訪れ20億円を売り上げる一大観光スポットとなっています。こちらは江奈川上屋へ栗を提供する江奈市にある契約農家、収穫作業が行われていました。自然に枝から落ちた実だけを拾っていきます。栗は一番成熟した時に枝から離れるのです。この日、農家を一人の男性が訪ねてきました。江奈川上屋の2代目、鎌田慎吾さん。江奈市生まれの52歳です。1998年に社長の座に就きました。江奈川上屋で使う栗には多くの条件があるといいます。芯を抜いて横へこう出てくるんですね。そうすると大体 2.5 メーターぐらいまでですかね。脚立に乗ってできるような剪定方法になってます。太陽いっぱい浴びさせて本当に大きな栗を作るというのが目的でやってますから、他の産地ではない特徴だと思いますね。収穫された栗は農家ですぐに選別、水に浮いたものは虫に食べられるなどして中に空洞があるので取り除きます。そして収穫したその日のうちに江奈川上屋まで納品しなければなりません。やっぱり鮮度なんですよね。で、栗きんとんというのはそのでんぷんの糖が高いとできないですね。時間がかかるとどうしてもですね、でんぷんの質が変わってしまうので。この他にも数々ある厳しい条件を満たした栗を超特選江奈栗としてブランド化、市場価格のおよそ2倍で契約農家からすべて買い取っているのです。これはありがたいことは正直言ってないんですけれども、いいものを出そうという努力はいつもしてますけれども、そういうなんか感覚になってきますね。契約農家は江奈市と中津川市におよそ70軒あります。年間およそ200トンの栗を使う江奈川上屋、届いた栗は収穫から24時間以内に裏ごしされ、さまざまな商品に加工されていきます。岐阜のメーカー栗きんとんは交通網の発達により全国に流通するようになりました。その中で異彩を放つ存在となった江奈川上屋、一体どんな成功への分岐点があったのでしょうか。ターニングポイント。栗きんとんというのがこうどん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 こう都会へ流れていったときに、やはりこう
地元の栗を何人か集めて品質がバラバラなもので栗きんとん作るよりも、やはりこう市場に安定したものを1トンとか頼んだ方がお菓子屋さんとしてはもう加工の段階では便利だと思うんですね。でそんな関係から地元の栗自体がこうどうも使われなくなっていった経緯があって、もう一度ですね地元の栗を使って地元の栗きんとんっていうのを再現することによって、本当の栗きんとんの味っていうのを僕たちも追求したいっていうのがあったんですね。1億ぐらいの売り上げの時に4億くらい借金したりとかですね、その中でもこう生産者と一緒に組んでやろうっていうところだったので、本当返せるかどうかっていうことも不安でしょうがなかったんですけども、なんとか辛抱してですね生産者と一緒に組んでこの地域をブランド化するっていうことをやっぱりやっていくことによって、お客さんの認知少なくとも分かっていただける方は増えていくだろうと。こちらは先ほどとは別の栗農家、ここに鎌田さんの姿がありました。契約農家さんとは違ってうちのエナグリという会社の中で委託をしているような形になります。後継者にこう頼るんじゃなくて自分たちもこれを作り上げていこうと。農業生産法人を立ち上げ、直接超特選エナクリの生産に乗り出したエナ川上屋、これからも地元の素材にこだわり売上アップを狙います。売上的にはもうあと10億ぐらいは乗せていきたいなというのを思ってます。収量に関しても約倍ぐらい全体で取れればありがたいなと思ってます。栗菓子の里っていうことよりも僕たちは栗の里であるべきだと思うんですね。生産者も僕たちもお客さんも共有できるようなものを作っていかないと、これから地域の発展とかブランドっていうのは生まれないんじゃないかなというふうには思っています。大企業がリードするお菓子市場は競争が激化しています。安い調達コストと高い生産能力、そして矢継ぎ早の商品開発力と対抗するために地方の菓子メーカーは差別化が求められています。ご覧いただいた鎌田社長は、素材こそ命、地元の味こそ全てとの強いこだわりから味を追求し、栗を高値で買い取るだけでなく自ら生産にも乗り出しました。そして今ではその味の良さと品質の高さが評判となり、店は遠方からも足を運ぶ人々であふれ、優れた業績を継続する優良企業となったのです。環境の変化に立ち向かい、原点回帰の発想で素材と地元を愛するブランド作りに邁進してきたことが成功への分岐点になったと言えるでしょう。